あら、可愛い子ちゃんじゃない。そうよ、ジンが倒れたって聞いたから書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそう。あ、待って、実は。私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれないか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか。あの時、俺が神社界で冒険した時、助けに来てくれたのか。ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に会うのは初めてだ。もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。それじゃあ頼んだ。俺はこの先で待ってる。
ありがとう。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。早く処理しないと全部腐っちゃうよ。